皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。今日は桑田さんおすすめのテニスシューズの紹介をしたいと思います。本日紹介する桑田さんおすすめのテニスシューズはこちらですね。ヨネックスさんから発売されておりますソニケージ2ですね。まあ前回モデルのソニケージ1ですね、こちらの方も非常にいいシューズで桑田さんおすすめだったんですけれども、まあやはり買いやすい価格、そして軽量感、安定感、まあすごくバランスがいいシューズだったので、すごいおすすめですよと前回のモデルも激推ししてたんですけども、今回のモデルはさらにそれを上回る良さになっております。どういう部分がより改良されているかというと、まずなんですがこちらですね、見てわかるところで言うとここなんです。前回のモデルはより軽さを出すためにシューズの先端部分はデュラブルスキン、硬い素材ですね、こういう硬い素材を使わずにあえて柔らかい素材で軽量化をしてたんですけれども、まあ、やはりちょっと踏み込んだ時に安定感がないとかっていうふうに思われるね、競技者の方もいらっしゃったかもしれません。まあ、そういう方の意見をもとに今回デュラブルスキンを使っている量が増えました。そうすることによって踏み込んだ時の安定感っていうのが非常に出てきます。ただこのデュラブルスキンっていうね、それは非常に硬くて安定感があります。ヤスリ、紙ヤスリとかで擦ってもなかなか消耗しないよ、穴開きにくいよっていう素材なんですが、ちょっと重くなるっていうような特徴があるんですね。まあ、ちょっと重くなっちゃうんです、本来であれば。ただ今回デュラブルスキンを採用してるにもかかわらず、重さはほとんど変わりません。デュラブルスキンの量が変わったのにほとんど重さが変わらない、安定感が出てなおかつ軽量というところが、まあ最大の変更点です。そしてですね、地味にクッション性も非常に良くなってまして、これね、メーカーのね、ホームページとかには特に記載はないんですが、実はインソールの厚み変わってます。こちらのグレーの方ですね、こちらの方が以前のモデル。で、こちらの黒の方が今回の新しいインソールなんですけども、微妙にね、インソールの厚みが変わってるんですね。デジタルノギスで測ってみると、古い方が約 4.9 ミリ。です。4.9mm。古い方がインソールの先端が 4.9mm なのに対して、新商品のインソール、こちらの方が 5.4mm。まあそうすることでやっぱ踏み込んだ時のね、クッション性とか非常にアップしてます。なおかつ足を入れた時にふわっとしたね、履き心地、快適さっていうのがあると思います。ですので、まあ今回のおさらいをしますと、従来の製品に比べて、より耐久性、安定性がアップしてるのにもかかわらず、重さはさ、そしてクッション性はアップしてる。インソールが厚くなって、クッション性もアップしてると。さらにそれでお値段据え置きですから、まあ、非常にね、おすすめの一足になっております。はい、皆さんいかがだったでしょうか？ソニケージ2。もう本当にね、安くていいという商品になっておりますので、新しいシューズどうしようか迷ってるよっていう方はね、最新モデルになりますので、ぜひぜひラケットハウスキング、浦安店。神田前店、どちらの店舗でも扱いしておりますので、ご購入の際はね、お気軽にお店までご来店ください。はい。そしておそらくこれが2019年の最後の動画になります。まあ、2019年はね、いろいろありました。まあ、平成から令和に移り変わり、ラケットハウスキングも、年間の関東進出ですね、浦安店を7月に出したりとか、まあ、いろんな変化がありました。まあ、2020年、来年オリンピックイヤーですからね、まだまだラケットハウスキングもいろいろ頑張って、活動していきたいと思います。今年もね、皆さん、大変お世話になりました。また来年もどうぞラケットハウスキングをよろしくお願いいたします。それではまた来年、次回の動画でお会いいたしましょう。